こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は美しい音を出すために何よりも大切なことというテーマでお話ししていきます。今週はずっとね、その美しい音っていうのをテーマにね、お話ししてきましたけれども、まあ今日はひとまずのまとめとなるのでね、まあ何よりも大切なことというね、テーマに絞り込んでいきますけれども、まあ何が大切なのかっていうとですね、まあこれはね、言葉にすると当たり前といえば当たり前の話になるんですが、やっぱりこんな音を出したいっていうその理想像をしっかりと思い浮かべておくこと、これが大事です。ね、まあいつも言う通り、その目的地をはっきりさせておくっていうことなんですね。こんな音を出したい。ね、このイメージがはっきりしてればしてるほどそこに近づきやすくなります。ね、っていうのはその目的地がはっきり分かってるからですね。だけどこんな音を出したいというイメージがアバウトのまんま、ね、なんとなく綺麗な音を出したい、なんとなく美しい音を出したいって、その言葉だけが頭の中で空回りしててもどこに行っていいのかがわからないので、ね、結局うろうろと迷ってしまうことになるんですね。だからこんな音を出したい、ね、そのためには、まあね、まず美しい音、どんな音が美しいのかっていうことを知ることが大事ですね。だからそういう意味でいろんな、プロギタリストの音をね、CD だったりね、いろんな演奏、もちろん生演奏とかね、そういうのを聞きに行って、その美しい音を知るっていうことも大事です。ね。で、それを知ったらできるだけね、そこにこう近づくような、そういういろんな工夫がこう生きてくるわけですね。はい。まあですからその美しい音を出したい、ね、こんな音を出したいんだっていうイメージをしっかり持つこと。そして、こんな音を出したいんだっていうその強烈な思いを持つこと。まあ、これが何よりも大切なことです。ね、で、まあ、こういう言い方をすると、まあ、そりゃそうでしょうって思うかもしれないですし、ね、まあ、なんか精神論っぽいなって思う人もいるかもしれませんけど、でも実はね、ここものすごく大事なことで、というのはですね、こんな音を出したいっていう思いよりも、ね、こんな綺麗な音を出したいんだっていう、そういう思いとかイメージよりもですね、実際にギター弾いてると、ああ、こんな汚い音しか出ないっていうね、そっちの方に引っ張られてることの方が意外と多いかもしれないんです。まあ、あくまでもかもしれないっていう言い方していきますけども、実際どうかはご自身で確認してみてください。ね、まあ、これは音だけじゃなくて技術的なことでもそうなんですけどね、こんな風に弾きたいっていう、その思いとかイメージが勝ってるのか。ね。あるいは、だけど実際に音出してみて、あ、こんな風にしか弾けないっていうね。なんかちょっとどんよりした気持ちの方が勝ってるのか。これ一回ね、観察してみてください。このどんよりした気持ちの方が勝ってると、どうしてもそっちに引っ張られます。ね。で、こんな音しか出ない。こんな弾き方しかできない。っていうイメージが、固まってくればくるほど、そこが目的地になっていきますから、そこにまっしぐらに行ってしまうんですね。まあ、ちょっとこれは観念的な話になるかもしれませんけど、人間って見てるところに進んでいきますから。ね、よく昔から例えで言うのがですね、例えば自転車こう乗り始めて、まだあんまり慣れてない時ね、でこう、まあ、走ってるんですけど、こう横に溝があると。いや、溝が危ない、あるから危ないな、こっちに近寄らないにしようと思ったら、なんか吸い寄せられるようにそっちに行くみたいな経験ね、多かれ少なかれきっと、多くの人が持っていると思うんですけども、なぜかっていうと、それは溝の方を見てるからなんですね。溝を見てるからそっちにずっと引き寄せられるわけです。ね。だからちょっと広い方を見てれば広い方にこうずっと行けるんですけど、ね、危ない方、まあ危険意識が強すぎてね、その危ない方を見てるからそっちにこう引き寄せられる。ね、要するに人間を見てる方に行ってしまうっていうのの、まあ分かりやすい例だと思います。で、こういう楽器とかね、技術の練習、習得っていうのも同じようなことが言えると思うんですね。だから、ね、こんな音しか出ない、あ、こんな弾き方しかできない、あ、なんかがっかりするなっていう、そっちのね、イメージの方ばっかり集中してしまうと、やっぱりそっちに近寄ってしまうので、ね、現実を踏まえることは大事なんですよ。ね、あ、今はこういう状態だなっていうのをちゃんとそれは涼しく確認しておいて、で、これをこっちの方に持っていきたい。ね、その目的地はこんな綺麗な音。ね、あるいはこんな鮮やかな弾き方。ね、こんな風に、ね、こういうところにたどり着きたいんだっていう。それをしっかりとやっぱ持っておかないと。ね、こんな風にしかできないっていうところに引き寄せられてしまうとね、引っ張られてしまうと、まあ、せっかくの練習がもったいないですからね。だからそうならないように、こんな音を出したい、
こんな風に弾きたい、こんな演奏をしたいんだっていう、その理想像をしっかりと持ってみてください。ね、そうするとそこに近づきやすくなります。ね、まあもちろん、理想を持っただけで近づけるわけではないですよ。練習はしないといけないんですけど、ね、でも練習するときに、やっぱ目的地をちゃんとね、分かっておくことは大事ですのでね、くれぐれもそこに、気をつけて練習してみてください。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。